今日の名言、孔子、中国の思想家、儒家の始祖。4月11日は孔子の命日、紀元前479年です。立派な人間は、まず言葉を口にせず、それを実行する。その後で自分の主張をするものである。君子は他人の美点を伸ばして成し遂げさせ、他人の悪い点は成り立たないようにするが、小人はその反対を行う。己の欲せざるところは人に施すことをなかれ。自分がして欲しくないことは人にもしてはいけない。できてしまったことはとやかく言うまい。やってしまったことは戒めまい。過ぎてしまったことは咎めまい。公言霊職、少なし人。心にもないおべっかを使ったり、顔色を繕ったりする者には、本当に他人に誠実な者は少ない。君子は親しみておもねらず、小人はおもねりて親しまず。優しい一方で厳しく、威厳はあるが威圧的でなく、うやうやしくあるが窮屈なところがない。孔子の人となりを弟子が評した言葉。君子は和してどうぜず、小人はどうじて和せず。君子は人と協調はするが雷動はしない。小人は人に雷動はするが協調はしない。人格者は過ちがあるとまず自分を反省し、そうでない人は必ず他人のせいにしようとする。どんな人の意見でも良い意見なら採用する。良くない人だからということで、正しい意見まで取り上げないことはしない。誰が言ったかは重要ではない。人者は難しくて骨の折れる仕事を自ら進んで引き受け、それによる利益は問題にしない。これを仁という。自分の利益になる3種類の友とは、正直な人、誠実な人、そして多くの見聞がある人である。知っていることは知っていると認め、知らないことは知らないと認める。それが真の知識というものだ。過ちて改むるにはばかることなかれ。過ちを改めざる、これを過ちという。人の己を知らざることを憂えず、人を知らざることを憂う。他人が自分の進化を知らないことを気にするより、自分が人の才能や力量を知らないことこそ憂うべきだ。人の生まれ育った天性は似たり寄ったりで、それほど違いはないが、その後の習慣や教養が身についたかどうかで大きな隔たりができてしまう。身分の低い人でも志が健康ならば誰もそれを奪えない。寒い季節になってから初めて松やヒノキが散らずに残ることがわかる。このように人も危機の時に初めてその人の進化がわかる。私は3人で行動したなら、きっとそこに自分の死を見つけるだろう。良い人を選んでそれを見習い、良くない人にはそれを我が身に照らして改める。学びて時にこれを習う。また喜ばしからずや、ともあり遠方より来たる。また楽しからずや。以前に読んだ本を改めて読み返してみると、こんないいことが書いてあったのかと再発見することがたびたびあり、とても嬉しい。志を同じくする友が遠方からやってくるのもまた嬉しく、人生の楽しみの一つだ。人の過ちというのは、それぞれ人物の種類に応じて犯すものだ。だから、人が犯した過ちを見て、その人の人徳がわかることがある。例えば、真面目すぎたり、勇気がありすぎたりしたために犯した過ちは人徳の表れであることを理解しなくてはならない。地位のないことを気にせず、地位を得るための正しい方法を気にかけるべきだ。自分を認めてくれる人がないことを気にせず、認められるだけのことをするように努めるべきである。君子に3回あり、君子と言われるほどのものは、決起の定まらぬ若い時には自らの色欲を戒め、血気盛んな壮年期には人との争いを戒め、血気が衰える老年になってからは
欲深にならないように戒めなくてはならぬ。怒りの気持ちを他人に向けるようなことをしてはいけない。温故知新、古きを温めて新しきを知る。もって師となるべし。古いことを調べ尋ねて、そこから新しい発見を得られれば、必ず他人に学ばせることができよう。知っていることは好きであることに及ばない。好きであるというのは楽しむことに及ばない。言葉や文章が相手に十分通じればよいのであって、余計な美辞麗句は必要ない。人間の行動には必ず動機がある。そしてその動機をどのように発展させて行動しているのかを観察すれば、その人は絶対に自分を隠すことはできない。我十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心の欲するところに従って乗りを越えず。私は15歳で学問を志した。そして30歳で一本立ちした。40歳であれこれと迷うことがなくなり、50歳になると天が命じたこの世での役割と自らの限界を知った。そして60歳になった時には人の言葉を素直に聞けるようになった。70歳になると自分の思い通りに振る舞っても道に外れることはなくなった。